一生懸命頑張ります。はい、ということでですね、はい、ウィング下森店ですね、スタッフ全員です。一生懸命頑張ります。大幅寝台入れ替え、26機種48台導入。5月13日木曜日朝10時開店となっております。第1弾、今だからこそパチンコ CR 機スロット5号機大量導入、ね、1弾ですよ。第1弾ということは、そう、あとは何かがあります。はい、ということでですね、第1弾もこちらに今かかっていく48台導入、皆さん気になると思います。なあ、ここにね少し載ってますが、今からラインナップの方を紹介していきます。はい、ということでですね、第1弾、今からこそパチンコ CR 機、そして寝台のご案内です。こちらから上からいきましょう。パチンコウルトラマンタロー2、こちらがですね4円パチンコと1円パチンコに導入となっております。続きまして、パチンコですね、北斗の拳8、救世主。続きまして、パチンコですね、銀ギラパラダイス無限カーニバル199バージョン、ガールズパンツァガールズアルドパンツァー劇場版、そして織田信長の野望全国版、地獄少女キクリのお祭りライブとなっております。いやすごいね、寝台で今日これだけのラインナップがあります。続きまして、こちら書いている通り、今だからこそのパチンコ CR 機紹介していきましょう。はい、こちらですね、まあ、ここはもうざっとですね、もう皆様が、人気のある機種だったり、お客様がリクエストされた機種のラインナップとなっております。4円パチンコは4機種導入ですね。で、1円パチンコ、こちら6機種導入、そして 0.5 円パチンコは3機種導入となっております。すごい、第1弾でこれだけのボリューム。ただこれはパチンコだけです。続いてスロットコーナーのラインナップいきましょう。はい、ということでですね、続きましてスロットのラインナップ見ていきましょう。はい、こちらですね、スロット5号機大量導入となっております。まあ、新聞の方もあるんですけどね、こちらアルバムはゼロ、ね、こちらアニメ化原作となっております。このアニメまだ見てないので、この機会にぜひね、アニメの方を見ていきたいなというふうに思っています。はい、ちょっとですね、こちら先ほど見た通り、5号機、大量にね、導入しておりますよ。魔法少女マドカマギカ、そしてですね、北斗の拳修羅の国、間近のハロウィンにエウレカ7、こちら、マクロスフロンティア、そしてコードギアス反撃のルーシュ、桜大戦ですね、そして、えい、鏡という感じになっております。個人的にね、やっぱりスーパースロット5号機って言ったら、こちらね、マドカマギカ、これにはすごい思い出があるんですね。まあ、アニメもそうなんですけども、こちらのスロット自体も面白いんですね。で、続きまして、まあ、あとこちらですね、コードギアスとね、あの時のルーシュあたり、こちらもですね、僕大好きなアニメ。ね、アニメから入って、しかもスロットで遊べるっていうね、こちらの最高のね、スロット業界、すごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで、まあね、第1弾ですね、こちらのラインナップがあります。そしてやっぱりね、こちら大事なことで、ね、最後に1回だけもう一度言わせてください。お願いします。とウィング下森店ですね、スタッフ全員